もちろん相手の故障者の母国語や育った国というのはその人の交渉のやり方に影響を与えるのでしょうが、そのことを意識しすぎる前に、私は自分の交渉の戦略を定めるにあたっては、私は相手の性格や背景を把握することをさえも重視します。相手の交渉窓口が日本人の場合、その相手の交渉スタイルに関して、私は日本人に一般的に言える代表的な交渉スタイルについて多少のことを想定します。それからその人との連絡をやり取りをしながら、いろいろな情報が手に入ります。例えば、相手の交渉者の英語のレベルとか、海外に住んで経験があるかどうか、例えば、国名の期間、そしてその人の年齢と現在の役割を知るようになると、私は会話スタイルが微妙に調整されます。同じく、例の日本の会社の企業文化、または相手の交渉者の上司の背景も知れば知るほど、相手のグループとの最適な交渉の姿勢が自然に表せます。要するに、交渉スタイルを決める方法として、私は国際文化対自国文化の観点からあまり見てません。おのおのの取引関係はそれぞれ異なりますし、このことを理解しておくことはおそらく大切でしょう。交渉相手の背景及び相手の企業文化に注目することは有効であると私は思います。